440ペソ。カフェエラドバニラ。これがいい。プラタの困ったの。カフェイエラドバニラ。良さげ。何時がキャンセル？5時半。マジか。今の気持ちは？憤り。あ、そうですね。中学校ね、私はど田舎で育ったわけなんですよ。田舎のね、その学校まで40分歩いてて、あ、これ小学校の話なんですけどね。ね、なんかね、一人男の子がなんか給食当番でお玉にこう作ってる時にね、うん、私がね、私ともう一人気の強い女の子がね、あのケンちゃんっていう男の子がねやってたんだけど、その子に、ね、翔くんにお金返しなよって言ったの。そしたらケンちゃん泣いちゃったっていう話。なんかこれあるあるだと思うんですけど、小学校の時にこの先生マジ何言ってるか意味不明だなと思った先生の発言って、うん、未だに思い出しても意味不明だよ。あんたはろくな大人にならないとか言われてきましたよ。そんなこと言われたの？今日知らない。ないよね。別の先生もさ、普段はね、男の子、しかもすごいこうイケイケの男の子がいるわけで、いつも面白いの、授業中で、いつも先生もそれに乗っかってふざけてるわけなのにね、急にその人のことをなんかのことで怒るってなった時に、なんかその普段から授業もお前はいつもそうやって笑って、なんか、うん、しょうもないことばっかり言ってみたいな、それ違くねと思って。井口さんの何もこう、なんだろうな、周りに流されないところが好きです。あと幼馴染であんなに仲いいのはね、やっぱ人柄のおかげかなと。誰と仲いいの？鈴鹿さんと仲いいのはやっぱり人柄のおかげなのかなって思って、であと私スイカも好きなんですよ、単に。
自由な感じが、自由って言っても、でもちゃんと芯をしっかりしてるのがいいです。だから、まあ、ファン歴は2日なんですけど、まあほとんどの動画は見ましたし、ゆうきさんのツイッターフォローして、これからクソリップする気満々だし、そうですね、あとはまあ聖地巡り、長野とか行きたいななんて思ったり。ゆうきさんいいよね。Thank you.